こんにちは。全国を回って精力的な活動を続ける福田光平さん。その大きな目標の一つは名曲を歌い継ぐことだそうです。今回はそんな福田さんが来月発売することが発表された新たなアルバムについてなどをまとめていきます。ぜひコメント欄にあなたの感想をお寄せください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。12日放送の人生歌があるに福田光平さんが出演しました。悪友特集となった今回は福田さんのほか三山ひろしさん、新浜レオンさん、市川由紀乃さんらが出演して、橋が印象的に描かれた名曲の数々を披露したり、これまでの放送の中から厳選されたさまざまな楽曲を2時間にわたって放送しました。福田さんは森進一さんの「さらば友よ」での出演を解雇。先日には地元岩手県で久々の通常開催となった盛岡さんさ踊りにチームで出演し、4年前に戻ったことが嬉しい。普通がこんなにありがたいということを感じます。花車の上で太鼓を叩いている時も、コンサートの時も、見に来てくれた方を元気にしたい思う気持ちは同じ。まだまだ大変な世の中だが、皆に元気になってほしいと感慨深く語っていました。今年も全国を忙しく飛び回り、多くの人々に歌を届けている福田さん。多忙がたたってステージ後に突然吐血し緊急搬送されたというエピソードは有名ですが、それほどに歌に全力を傾けています。日本最大級のライブセットリスト情報サービスライブファンズによれば、2019年には同年上半期におけるライブを行った回数で好成績を収めたランキングに入ったそう。これはライブ、コンサートのほか、フェス出演、複数人出演のイベントなども含んだ数ですが、ライブの多いロック系、ポップス&アイドル系、そしてその他という3ジャンルでの集計では、なんと第2位に78回という数は相当な多さで、第3位の五木ひろしさんが57回。ですから、大差をつけてのランクインとなりました。ちなみに第1位は、世界26都市でライブを行う和太鼓演奏グループ、ドラムタオで、どちらかというと楽曲よりパフォーマンスで知られています。歌手、または個人では福田さんがトップということになるでしょう。もちろん演歌、歌謡界では第1位、全ジャンルを合わせても5位で、ロック系の第1位よりも多く公演しているという結果でした。ライブファンズ上に登録されたデータを使用しているため、実際の公式発表の開催数とは多少の差が出る場合もあるようですが、それでもかなり精力的なライブ活動を行っていることがわかります。さらに福田さんは下半期も新歌舞伎座でのコンサートやツアーを続けて行い、年間通しての回数は驚異の140回超え、1年を通しての合計でも上位に入る多さでした。コンサートを支える裏方スタッフによれば、いつも変わらぬ歌唱力でお客さんを魅了しています。またコンサートではお客さんとのフレンドリーな会話も上手で、エンターテインメントに富んだ方です。というのはファンからも見える姿ですが、スタッフに対してもサービス精神が旺盛で、気配りもしながら場を和ませてくれますねと変わらない姿を見せているとのことです。その人柄、歌唱力、そしてこれまでの演歌歌謡界の歴史の中でたくさん生まれてきた名曲たちを次の世代にも歌い継いでいきたいという強い思いは、先輩歌手たちからも非常に高い評価を受けているそうです。同年に愛や子守歌で曲を提供した北島三郎さんは、今後の演歌の世界を任せていけるとおっしゃっていただいてと全幅の信頼を置いているそうです。
信仰の厚さから北島ファミリーの歌番組出演などの際にゲストとしてお祝いに駆けつけたりすることも少なくなく、絆の強さを感じさせますね。デビュー時から変わらない演歌や民謡への思いは強く、10周年のインタビューでは聴いている人のニコニコと幸せそうな顔、楽しそうな顔を見られるのがステージ上にいる人の特権です。コンサートにいらっしゃるお客様は高齢の方が多いのですが、デビューから10年の間でご両親にお子さんが付き添い、親子で来てくれる方も多くなりました。お孫さんが車を運転して、チケットもお孫さんが用意して、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に見てくれる方もいます。親御さん、お子さん、お孫さんとつながっていく、そうした変化も嬉しく思います。今は一生歌い続けるという以外の目標という目標はありません。ただただ20年30年後も今と同じように歌手としていい歌を歌い続けていたいと考えていますと語っていました。そんな福田さんが歌手人生を通して力を入れてきたのが歌い継ぐことです。カバーアルバムも多くリリースし人気を博していますが、来月その最新アルバムをリリースすることが発表されました。これまでにカバーやコラボ、コンサート音源を含めると23枚ものアルバムを発売してきた福田さんですが、24枚目となる今作は人気の一文字シリーズの最新作になるそうです。2013年に響き南部セミシグレを発売してからこのシリーズは10枚を数えます。響きはデビュー曲であり亡き父から受け継いだ楽曲でもある。表題曲南部セミシグレをはじめ、望郷酒場、津軽慕情、あの子が泣いてる鳩場、風やまずなど民謡演歌をカバーした1枚でした。2枚目のきらめきは歌謡コンサートで福田さんが歌って大反響だった南部牛追い歌を収録し、北の漁場、兄弟船、祝い酒など続編的な位置づけとしてのカバー曲も厳選されていました。その後もまたたび演歌を中心に収録した生き任侠、またたび演歌を歌う温かく切ない家族への思いを歌った母、日本の母を歌うなど、さまざまなテーマでアルバムをリリースしてきました。昨年9月に発売された波は記念すべきシリーズ10枚目ということで、演歌の定番海に関係する歌を多く収録。オリジナル曲一番マグロの歌、コンサートでもおなじみの北の出世船のほか、帰り船、石狩晩歌といった名曲たちを豪華に収録していました。今回の11作目のタイトルは縁西、今回はカバーのみとなっており、夫婦、親子、故郷などさまざまな場所、人との絆などをテーマにした12曲が選ばれたそうです。すでに曲目もすべて発表されており、吉幾三さんの酒よ、鳥羽一郎さんの兄弟船など昭和の名曲を中心に、北島三郎さんの兄弟神技、天童よしみさんの酒絆などなどバラエティ豊かな曲が揃っており、そのほとんどは新録となっています。もちろん福田さんらしさのこもった表現力豊かな歌声が堪能できる一枚になっています。名曲を歌い継いでいきたいとライフワークにしてきたカバーアルバム、昨年にデビュー10周年となったことで人や歌との縁をより強く感じるようになり、その思いを込めた作品になっているそうです。ぜひ多くの方に聞いてほしいと。福田さん、最新作の発売日が待ち遠しいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。